ユース年代にないこの交代連ならでは の、まあ、その泥臭さだったり、まあ、戦う姿勢だったりっていうのを自分に足りないと思ってたのでこの投稿が決めたんだ。これはすごいなと。才能と、彼のやっぱり努力、これが今の彼を、作り出している。相手の動きだったり味方の動きが瞬時に見えるようになってそこのプレーの判断がしっかりとできた結果ああいうプレーにつながったかなと。一番思い通りにいったゴールシーンだったかなと。まだまだ課題も多いですし、まだまだ彼は未完の大器だと思います。憧れでもあったので、選手権で活躍できるようにっていうのは常にイメージして、まあ、準優勝っていう結果は全然自分にとって全然満足しない。選手権では本当に一個一個のプレーにこだわってチームを勝たせるようにしていきたいと。ワールドカップに出たいっていうのが大前提自分の中にあるので、なおかつ自分が結果を出してそれがチームの勝利に貢献できればいいかなと思います。